どうも皆さんこんにちは、司会師の大沢です。今日ふざけてるんですか？ふざけてないよ。白衣、白衣。いやふざけてないでしょ。普通でしょ、歯医者が白衣着るの普通でしょ。でも歯医者ですもんね。ああ、歯医者ですよ。こんなに白衣が似合わない歯医者います？似合ってない。マジで似合ってない。まあ着ないからね、普段。だからちょっと違和感があるからね。あ、違和感ある、うん、先生の白衣見てないんで、そろそろ慣れてもらおうかなと、皆さんに。なんかね、最近もうチャンネル伸びてないじゃないですか、うん、だからもう説得力がないのかなと思って、僕に。ああ、なるほどね。白衣の力借りたろうと思って。確かにあれ、企画力と編集力は確かに勝ってるのに。おう、そう、演者力がない。やかましいわ。演者力バリバリあるやろ。頑張ってんねん、こっちも。それで、ね、今日は一応大沢さんなら、あの、歯医者じゃないですか。はい、歯科医師じゃないですか。そうですね。だからもうめちゃめちゃ症例やってきたと思いますよ。ああ、まあ実際何個ぐらいやってます？いや、もう数えきれんぐらいじゃないですか。1万とかもっといって。いやー、ちょっと単位は分からないけれども、何症例とか数えてないし、写真撮りだめてる症例は何個かあるけれども、あの、数十症例あるけれども、毎回写真撮るわけではないから、だから数えてはないけど、まあ結構な数はこなしてると思います。そうじゃないですか。うん、でもそんな中でもう、うん、まあ、これ思い出に残ったなみたいな、ああ、思い出の症例、はい、ちょっと教えていただこうかなと。ああ、あります。多分歯科医師の方もそうだし、まあ、以下の方もそうだと思うんですけど、あ、この患者さんは特に思い出深いなっていう方はみんないらっしゃると思うんですけど、わかりました。じゃあその中でも今日僕が思い出に残った症例話していきたいなと思います。最近の症例なんですけど、まあ、男性の方で、まあ、奥歯が痛いって言って来られたんですよ。で、奥歯が痛いって言って来られて、で、口腔内写真撮ったら、口の中の写真撮ったらこういう感じだったんですね。で、奥歯はまあ治療終わってるんですけど、ちょっと僕最後に、まあ、ちょっとこの前歯気になりませんかっていう話をしたの。治療した後にってことですか？そう。でも結構気になるでしょ、これ。確かにね、ちょっと茶色っぽい。そう。これもう神経が死んでしまってるのよ。あ、そうなの？そう。ご本人は年齢がもう50歳ぐらいの方だから、もう何十年もこれできてるから全然気にならないですっていう話をしてたの。マジですか？そう。で、ちょっと白いところだけあるじゃん、ここの色だけが違うのが気になりますって言ってて、いやいや、もうちょっと気になるとこあるでしょって思ったんだけど、まあ、いろいろこう説明して、セラミックに変えた方が綺麗に見えますよとかっていうことを説明したら、じゃあちょっと、今お金にも余裕があるからやってみようかなっていうことで、で、次の日から治療スタートしたんですよ。次の日に僕こういう風に仮歯作ったんですよ。超綺麗じゃないですか？もう全然わかんないですね。全然わかんないでしょ。全然わかんない。まあ、まだ仮歯なのであれなんだけど、今最終的なものを作ってるんだけれども、この一本でめっちゃ心境的な変化が起きて、患者さんに。あ、そうなんですか？もうまず言ってたのが、なんで僕何十年もこの状態で何も気にせずいられたのか、恥ずかしくてしょうがなくなりましたって言ってたの。もうそうっすよね。僕だったらなんか笑えないかもしれない。そうそう。で、患者さんもそれも言ってて、手を押さえなくなりましたみたいな。多分患者さん気になってなかったと思うんだけど、無意識のうちに多分こう気になってて手をこう行くようになっちゃったと思うんだよね。あと家族の人にもずっと言われなかったのに、いきなり帰ると、あ、歯綺麗になったねって言われたのって。まあ、めっちゃ綺麗ですもん。うん。だからこの一本ですごく患者さんの変、あの、心境の変化が現れて、口の中に対する意識がめちゃくちゃ高まったの。へぇー。で、いろんなとこ気に始めて、ちょっとずつ今直していってるんだけど、もうここの銀歯も笑った時に超気になりますって言って。で、この銀歯もセラミックにしたの、最近。それくらい、この一本で、めちゃくちゃこう口の中のデンタル IQ も上がったりだとか、あの、笑顔が増えたりっていうことで、そういうことをまあ結構話してくれる患者さんだったから、結構印象に残ってる。いや、その患者さんにとってはもう大沢さんって神様なんだよな。いや、そこまでではないと思うけど、まあその人のこれからの人生がまあ少しでも華やかになったんじゃないかなっていう自負はできたかな。いやー、でもたった一本で、うん、もう何、口の中のケアの意識がすげー高まってる、ね、高まってると思う。だからもう毎回メンテナンス来ますって言ってくれてるし、もう歯ブラシもすっげー上手になった。そんなに変わるもんなんですね。だから、あー、歯医者っていい仕事だなっていう風に改めて感じて
ることができた症例だね。確かにね。そう、まあでも本当に全然違いますもんね。全然違うでしょ。結構もうこんな黒いのか、うん、こんな真っ白にそうなってるっていうのはなかなかいいんじゃないか。しかも前歯ですから、奥歯とかだったら、そう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 、変えなくてもいいかなってちょっと思っちゃうけど、うん、そう前歯なんでね、めっちゃいいと思う。だからめっちゃ印象に残ってるね。なるほど。今も通ってくれてるしね。あ、本当ですか。そう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 。僕はちょっとあの嫁ちゃんさんの親知らず3本抜いたじゃないですか、うん、それが印象的かなってちょっと思った。いや印象、まあ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 印象的というか、まあ思い出には残る。どう思います、その私のじゃないんかいってちょっと思いません。いや思いますけど、まあ、大した症例ではなかったんだろう。いやいやいや、言い方言い方悪すぎでしょ。1日に親知らず3本ってなかなか抜かないから。ああそれはあまりないね。あまりないけれども、なくはないことだから。忙しい人とか抜いちゃう人もいるし、痛いことを1回で終わらせてくださいっていう人もいるから、別になくはないから。まあでもこんだけ、うん、あの患者さんの人生を変えることができたっていうことは、うん、すごいあの、うん、もうなんで天職ですよね。まあそうですね、ありがたい仕事に就かせてもらってますよ。うん、素晴らしいと思います。いや、ほんとっすね。神尾くん、ちなみになんかないの、このロケでこの人の人生変えちゃったぜみたいな。ないね。ないね。あるでしょ、うん、マスク美人で結構人の人生変わったんじゃない。あ、もうあれはもうすこぶれ炎上しました。マジで自分の人生でしょ。うん、それ自分の人生が変わった。殺害予告何通ぐらい来たんだっけ。でも100とかマジでもっと来てたかもしれない。すごいよね。だから帰り道はあのとりあえず後ろ向いて歩いてました。え、うそ、お前3秒にこうみたいな。ほんとそう、すごいね。ほんとなんか自分の人生変えちゃいそうだね、それね。あ、もう基本そう、それで生きてる。だからもうあのそうですか、今日より明日、今日より明日、明日より次の日。語彙力のなさ。語彙力のなさ。明日より次の日。あ、なるほどですね、はい、いいと思います、いいと思います。なんか最近 TikTok とかも力入れ始めて。そうなんですよ、うん、TikTok もやり始めたんでぜひ見ていただいて、うん、だからやっぱりね、時代はショート動画じゃないですか。ショート動画頑張りますよ。頑張りましょう。あとはちょっと遅い方かもしれないですけどね、もうちょっとSNS も頑張りたいなと思いますので、ぜひ皆さん見ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。え、でも症例って何個もあるから、うん、やっぱ1個だけじゃないじゃないですか。はい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 。1個だけですか、思い出のこと。いや、まだあります。本当ですか。まだあります。これ見てほしいんですけど、すごく歯なくないですか、うん、この人やばいでしょ。で、これがこうなったんですよ。やばいな。やばいですよ。この方はもう入れ歯が全然合わなくて全然噛めないっていう方だったんだけど、この症例についてはもうちょっと時間なので、次の動画で話していきたいなと思いますので、ぜひご覧ください。これもめちゃくちゃ思い出深い症例なので、しかもこの症例、めちゃくちゃイケメンの技工士さんとやらせてもらったので、まあその人についてもね、喋っていきたいなと思いますので、こう期待しておいてください。この動画がいいねと思ったら、ぜひグッドボタンをチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。